はい皆さんこんばんは、えー、今日はですね1月の9日から10日に切り替わりまして、えー、今、えー、時刻はですね1時10分ですね、えー、夜中の1時10分、えー、からの、えー、ロングトークということで、えー、恒例の週末のロングトークをお届けしたいと思います、えー、今日は3名ですね私と、えー、龍之介さんと星太郎さんですねよろしくお願いします よろしくお願いします。どうも、こんばんは。いつもね、お忙しいのに、長くね、来てもらってありがとうございます。いえいえ。星野さん、ありがとうございます。いや、僕はもう今暇なんで大丈夫です。あ、暇、暇人ですかはいはいはい。結構、セッティングしてました。セッティングというか、明日の準備してました。竜之介さん、忙しかったんですね。仕事かなんか。仕事かなんかですかまあ、今日飲み会だったんですけど、またね、例によって。ああ、飲み会で帰って。き連続ですよ。 3日連続。3日連続なんで。新年会のあれですか。新年会的なね。で、何をやったんですか。明日ちょっと撮影行こうかなと思って。撮影って何？天体写真？そうですよ。おお。うん。え、何撮るんですか。明日はね、あれですよ。水星ですね。水星、あ、水星ってあのななラブジョイ水星？ああ、そうそうええ、今あれ流行ってんだよね。あれいや僕も全然水星はね。うん。 基本ガン無視するんですけど。なんかでもね、今来てるやつはね。かっこいいですよ、結構。かっこいい。かっこいい。ああ、かっこいいとか。尻尾が。ああ、なるほど。あの、ちょっとこうね、星雲みたいですね。ああ、ハワイのちょっと病室してやろう。そうそうそう。星太郎さん、そういうの興味ないんですか。 いや、水星興味ありますよ。何でも基本的に興味ある人で。ただ、実際撮影したのは去年の東京からですけどね。世田谷から撮ったんですけど、アイソン水星と、あとラブジョイは撮りましたよ。ラブジョイは。僕も一応撮ってみたんですよ。まあ、まだ始めたばっかりだったから。どんなもんかって、ラブジョイ水星撮ったんですけど、去年のね。どうですか。ああ、まあ、なんかちっちゃいね。ちっちゃかった。 ゃ緑のそれが何去年撮ってまた何今年もぐるっと回ってきたでああねあのね同じ人はね発見し発見者の名前がそうですねああそういうことラブジョイワンツーみたいな感じですかラブジョイさんのんか前すごいじゃないですかねオーストラリアだったんかねしかもね機材がね写真見たことあるんですけどえっとね 結構なんかビクセンのねなんか結構こうシンプルな機材でシンプルな機材でねんでやって見つけて発見するんですよラブジョイをラブジョイあの水星ラブジョイじゃなくてラブジョイさんがややこしいなラブジョイさんが水星を発見するんですようんそうそうそうらしいですようんいやいやいや あんまり僕はそんな興味ないんだけどでもなんか結構ほら肉眼に見えるかどうかってぐらいまで高度上がってるらしいじゃないですかねおしらさんうんそうみたいですねなんか四等星ぐらいまで今上がってるみたいですねでもあれ結構なんかほら例えばねあるじゃないですかフェイスブックとかはい乗っかってるでしょ乗っかってますね結構あれじゃよくないですかあれ結構いや尻尾はあんまり興味ないんですけどあのほらね中心部の

なんかこう燃え盛ってこう火みたいな感じで赤く燃えてるんだったら分かるんだけどああいうまあ青を通りなんかグリリエメラルドグリーンそれってど,どんな暑いんですか星さん <laughs> 星太郎さんんんんああれれ中心どどうなななってるででですすすかかパワーのよねねちゃんとね水は観測をね、ええ 観測対象としてね、本当はね。なんかいろいろやらなきゃいけないらしいんですよ。あの。儀式があるんですか。データをね。ああ、書かなくちゃいけないとか。時刻もちゃんと合わせない。そうそう、そうそう。ん。まあ、だけど、ノスケさんはね、そういうの多分絶対やらない。すごわかんない。うん、でも、のりはもう。あれですよ、星も水星もね。ピタッと止めてね。星も水星もピタッと止める。あの、画像処理でね。で、どういうことですか、それ。 水星って速いじゃないですかはいはい動くですよね水星をなんだっけ水星を基準にそのスタックコンポットすると星が流れるでしょ星が流れるでしょ星を追うと逆にでしょ水星が流れるどうするんですかだからどっちも取るんですかゴリゴリするんですとでもね水星自体が尾がこうウニャウニャウニャってこうなってるじゃないですか胴体ブレじゃない飛車体ブレじゃないけどねあれはどうやって止めるんですか あれ、まあそこまでじゃないでしょ、あれ。だから、1分とかのこう録音で、うん。うにゃ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 ってなっじゃないですか。<laughs> ねえ、面白さんま,まあ、言ったけど、そんなに攻撃に動いてるわけじゃないんでね。あ、そう。何分か見てたら、あれ。うん そうですね。コンポジットはあんましないほうがいいらしいですよ、僕の聞いた話だと。ええ好感度のやつで一発で取っちゃうのがいいんだ。そうそうそう。明るいやつね。そうそう、結局ね、ぼやけちゃうから、動いてるやつ。あー、4パとかでいいね。4パに α7S つければ最強でしょうね、じゃあ。うん。ですね。えまあまあ、デジカメがいいんでしょう。デジカメですよ、僕は。したは。久々に。え、で何望遠鏡はプシロンですか イプシロン。あいやいや、いやいや、それはね、イプシロン。のがいい。うん、そう、ちょっとね、クローズアップ。それはね、やっぱり。うん、やっぱりそうですよね。うん。どうですか、星太郎さん。こんな話聞いて。いや、僕も興味ありますからね、水星も。基本的にもう天体関係、何でも僕好きなんで。でしょうん。水星も好きだし。うん。天文イベント好きですよね。 そうですね。あとなんか太陽のね、なんか拡大写真とか最近あのアップしてる方いましたけど、ああいうのもなんかすごいなとやっぱ思いますよね。ええ、好きなんだそういうのがね。はいはいはいまあでもほらやっぱ水星っていうのはね、もうほら一回一回じゃないけどね。あるじゃないですかね。もう二度と会えないわけですから。でかいのみたいですね。うん、そう。もう夕方とかにブワーっとこう出るやつ。ね、あんな派手なネスじゃないですよ。僕は。 なんか来てたでしょ、うん、その昔、うん、あスバルの付近なんか通ったなんたらっていう彗星あったけど,どうか彗星いやもうでもね目で見えるような,なんか尾の長いような彗星は僕は見たことないですね、うん、僕もないんじゃん、うん、あれ彗星あんだけ有名だったけどあんだけ結構見ようとも思わなかったもんね前人気あったのに <laughs> 結局なんかしょぼかったでしょあ本当。 うんあれはダメでしたね。あそうなの。遠鏡で向けたことありますよ。インテスはないからね。な景を撮れそうそうそういうもんなんですよ。彗星ってね。うんだけどやっぱいつかはってみんなこう夢見てるんでしょうね。そのほら突然変異したりするじゃないですか。うん。そこがね。今のあれってそうならないですかね。今そんな感じなんですかね。

太陽くるっっと回てて戻んじゃないのそうそうそうでほらアイソン水星の時は太陽に吸い込まれてそうそうあれが今度ね太陽近づいた時どうなるかっていうねでまあ今回は遠いらしいから太陽で燃えることはないだろうとあ本当にで帰ってくるんですよね星原さんああそうですね多分帰ってくるでしょその時になんか変わってくるんですよねああすごいね あったらいいな。あったら、ね。整形写真を撮るんですよ、そこでね。いやいや。カメラレンズね。うん。売れるでしょうね。いや、そんだけね、ド派手なやつがね。なんか、数週間とか見えてたら。その間ね、多分ね。カメラレンズとか、いろんなもん売れるでしょうね。バカ売れするでしょう。絶対、あの、生産追いつかないとか、そんな状況になりますよ。F. S. Q. 1 3 0も売れるかな、いっぱい。 <laughs> ええー、百三十にする必要ないんじゃない、別に。<laughs> まあ、そうなん、ね。うん <laughs>。だってさ、ド派手なんだから、別に望遠鏡いらない。あの、カメラレンズですよ、むしろ。広角じゃないと映らないと思うよ。じゃ、あれですよ、よっちゃの。う<ん>煽りレンズ、ね。<laughs> 煽るんですか。<laughs> <laughs> 煽る意味が、なんか、ちょっとわかんないけど。うミリねまあ、ね。 あれねそうやって言いながらね星太郎さんあれ星人ですね竜介さん結構欲しがってんでしょう。あ結構いいですねうん、あれすごいよ <laughs> マジすごいようん。やっぱいいですからねうんねえ星太郎さんはいはいうん。あんあなんか買うとか買うの言ってるな <laughs>。またまたそんな話。物欲物欲が明日発散するんでしょ <laughs> あしてくるんでしょ明いいえいいえ,え明日はとりあえず、あれですよあの、中古の、この間教えてもらったね、えー、あのトップカメラとかでしたっけ、はいはい、一応、サイトで探ったんですけど、えー、言ってたサンニッパーとか、その辺のレンジがなさそうなんでいや、普通ありますよ、ただ乗ってないだけじゃないですか、あれ新品でも中古でもいっぱい置いてありますもん。だからキャノンの、うん、あのなんですか、ショールームあるでしょう。うんうん ショールーム行ってきたら、見てこようかなと思うし、名古屋で丸2本買うんですかありますあります。いやいや、買ってほしい、買ってほしい。見に行くだけで、見るだけですから、普通見に行かないよ。見たら買いましょうよ。見に行くんだったら、ね。だって、ボディ持ってないですから、キャノン、僕。だって、今ほら、水星ブームじゃないですか。水星って今、ほら、結構いろんな方、望遠鏡を取ってるでしょ だいたいたほら天体写真ねああやって水星撮る方っていうのは天体望遠鏡を使って水星撮るわけじゃないですか、ねうん、で天体望遠鏡っつってあれみ,みんなの見てると結構なんかクローズアップでほらちょっとはみ出してるような感じじゃないですかだいたいね全貌、うんうん、が結構いい感じでっていう多分ね、うん、300ミリぐらいだと思うんですよ僕はで明るいやつって言ったらやっぱり3日パしかないじゃないですかアンタレスにも使えますしね <laughs> 今一番旬なんじゃないかなサンニッパー一応手に取っては見ますうん手に取っては見るまあねあああまああれだけは絶対無理だわ僕手が届かないサンニッパーうん絶対無理そんなの高いですよねあれねうん かなりる。二百万円ぐらいね、200万円ぐらいポンってもらわないと、あれは買えないですね。万か、うん <laughs> 保有してる株がボンと上がったら買いますわ。いや、なんで儲かってるかいいじゃないですか。ねジュンさんね。いろいろとありますよ。いや、まあ、大体、かってるでしょ。濡れてた泡でね、もう、稼いでるわけだから。いいじゃないですか。まあね、株はね、怖いといいですね。いや、怖く、怖いと思わないですね、あんまりね、株は。経験積んでいくとって感じですね。あ、そう。 なんかやっぱりいろんなこと知ってないとそんなんできないでしょういや逆に知ってない方のが僕いいと思いますけどねあそうどちらかというともう経験をたくさん積むことの方がどちらかというといい勉強になると思いますけどね龍之介さんちょっと教えてやってくださいよ株のこと龍之介さん教えてやってくださいよ誰が誰にえうん太郎さんから星さんさん ね、いつでも大丈夫ですんで、読んでくれた <laughs>、うんねね。気が向いたらどうぞって感じですね。うんうん、まあ、別に。<laughs> <laughs> 龍之介さん、<laughs> まあ龍之介さんは別にそんなお金困ってない,からい,いけど。ま <laughs>、うん、あ、そもそもがね。水星テーマの昔あのマックノート水星ってのがあったでしょう。知ってます <laughs> あ名前知ってますけどね。あ南半 ああねですよよねねでそうだちょっと本当素人の意見で多分あれなんだけど間違ってるかもしれないけどあれほら大体夕方とかねまあ明け方もそうやけどそういう時に見えるじゃないですかあれっていうのは太陽に近い時にああって尾が伸びるからね尾が伸びた時っていうのは太陽近づく寸前か後かとかね 近いところであえて伸びるわけですか。うん、そうですね。だから、あ,もあれでしょう<ー>結局その、なんだっけ、うん、僕も全然知らないんだけど、うん、水星金星とかって近いでしょ、太陽の、うんうん、太陽に近づけば近づくほど。うん まあその燃えるああそうね燃えるなりなんかある。ドライアイスだとしたらなんか熱が出てきあとの。うんうん。わかんないけど。あ風が吹くわけね。そういうものがなんかあるんでしょうね。で、ビューってこうなるわけだ。風かな何かわかんないけど。で、水星がビューってなるうそうということは、地球から見ると太陽が表面にいるわけそうそうそう、金星とかね、水星みたいなもんですね。金星みたいな。つまり、その夕方とか明け方にしかこう派手な格好は見えないと。 僕がやっぱり意味するのはね、天頂付近でさ、ぶわーってやつってないんだね、やっぱ、それは。それはどうなんだろう、日本だともうないんでしょうけどね。いや、どこ行っても同じなんじゃないかな。まあ、そりゃそうだよな。だって、金星とか水星がね、真夜中に見える国があるっつったら、それないよね。ないっすね。でもそれをこうね、もっと明るくなれば見えるかもしれないああ、そうそうそう。だから、めちゃくちゃ離れたのに、太陽から離れたのに、もう全然尾がね。 もう途切れないみたいな、うん、そんな状態になれば真っ暗な夜空にさすんごいのがシューって伸びてる動かないのがすごいですよんかねこう,、うん、うまあ動くんだろうけど絵で描いたみたいになるんでしょ空にああ<ー><子>はいはいはい、うん、そうだね そこ見てみたいな一回は動かないのがすごいあ,ああやってすごく動的なシルエットなのに動いてないみたいな,な止まって見えるわけじゃないですかああーなるほどねうん、うん、そういうことだね <laughs> いやでもタイムラプスしたらなんかウニャウニャウニャ,ウニャーってもなでるほど <laughs> 動画で R7S かなんかでな、うん、なるほどなるほほどど、うん、面白そうですねそれねね<え>、うん まさかこの3人このトークでよっちゃんと水星の話をする。いや僕一番苦手なジャンルですよね。うほんと推測でしか物言えないからね。僕もまあ全然しかないうん。そう。なんか夏も来たじゃないですか、なんか。夏来ましたああ、アイソンスーセね。あれもう残念ないやいや、それは去年じょ。ああ、違うか。夏になんか来たんですよ。うん。だ 忘れれ、ちゃっった。なんだけ。え、あジャック・ス星ってやつが来たんですかどああそうですねはい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 だけどだ全く取ろうとあの富士山のね雲海にだったんですよああかぶっちゃった騒いでてみんなが北アメリカにちょうどこうかぶるとかってええ。北アメリカとのツーショット撮るのをねうん。楽しみにしててええ。でその日うん、僕は富士山の五合目行ってはい。 結構全国的に曇っちゃって「あ取れない取れない」って言っててで僕とジェームスさんって人がね一緒に55うんそしたらまあすごいうだかいだからあれですよふしたらその得意なさわさわのねああはいはいザーッとねザーッとねザワッてね砂つくのよね カメラ向ければ映るんだろうけど。逆光逆さま向いて<う>僕もそのゲームさんも。<う>うん、何撮ったんですか？僕スバル撮ってました。ねもったいない。もったいない。九月ぐらいかな。うん、ああだからあれかもう北アメリカ撮るような季節じゃないし、そんなもん撮っと撮れるかみたいな。いなスバルを 取る気ままで言ってたからはい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 ちょうどなんか水はいはいはいかいは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 あはいはいはいはあははいはいはやついはいあ、いは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 そはい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 は ってまだ三四ヶ月前なんですよね。うん、いやなんだろうね。僕ね心理的にねなんだろうね。あのみんながさわあ騒いでるとね引いちゃうタイプなんですよ。うん。僕もそうなの。天門玄所僕も基本そうなんですよね。うん。そう。うんそうね、騒げば騒ぐほど。<laughs> うん。みんな撮ってるわけじゃないですか。 みんな収めてるわけだから映像としてそこであえて僕がまた撮る必要ないだろうって思っちゃうんですよ僕もどっちかっていうとそうですねうんでもちょっと今回のあれを見てね海外の作例とか見たんですよああ誰か分かった塗ってるよねああ塗ってるのねあれでもすごいなと思ってあそれをやりただけで塗ったとしてもすごいなと思ってうんうん あのー、ねえ、太郎さん、<laughs> はいはい、太郎さん、あのね、龍之介さん、どんな人か知ってます。あの、昼、昼飯とかに。食べたラーメン。うん、ラーメンとかこ、こう、湯気をね。<laughs> いかに美味しく見せるか、うまく見せるかみたいなね、そういうのやるんですよ。プロですね、もうね。プロというか、演出家ですね、フェイスブックって。ほら、ラーメンとか載せるじゃないですか、みんな。そうそう、これ食べましたとかって。僕もたまにやるんですよ、そういうことね。ラーメン焼いてカチャっとって。そのラーメンをすぐにフェイスブックにあげずに、戻ってね。 フォトショップでね。会社とか会社とか戻って、ね一回そのアイフォンの写真をね、パソコンに取り込んで、でフォトショップ立ち上げるんですよ。うん。ラーメンにね、画像処理する。あれですね、あのシュタル業務ですね。シュタール。でまあ天体写真には僕はやらないんですよ、あくまでもだけどラーメンにはね。ああちょっとなんか違うのね。あのあれですわ ブラシでね。おブラシやっちゃうね。湯気をかくんですよ、僕。はいはいはい。そう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 。だから、えっとね、やり方としてはトーンカーブでまず明るくこうふわっと上げて、それレイヤーマスクで一旦黒く塗りつぶして、で、違うの円形グラデあで、白で。それ白塗ってんでしょ白で引っ張ってるだけですよ、円形に。え、ちょっと待って、え、それ白く塗ってんでしょ よく塗ってますよだ,えだ,めだ,だって僕のやり方がいいか龍之介さんのやり方がいいかっつったら、うん、多分トーンカーブでね太郎、うん、さん <laughs> ト,トーンカーブで揚げたものをレイヤーマスクで白塗りした方が <laughs> ね白く塗ってないじゃん。<laughs> それれコンテストでやったらとどうじゃラーメンはねこだわりはすごいね全く罪悪感がないねあ罪悪感ないんだまあねだってだってさ後々作品として残すわけでもないからねどこにもねうね出すわけじゃないしパクられても別に何も言いたくもないローカルコンタラストは禁物ですねやっぱね 食べ物はねそう太郎さん太さんはいはい聞いてますよ食品はねアンシャープかけちゃねまずい対象が結構ありますよ眠くしとかないとねそうああいう生ものはねうん生ものはダメ ふわーっとふわーっとね、うん、いやーコンテストやってくださいよぜひラーメンコンテスト同じ素材で,で、うん、誰のが一番美味しそうに見えるかとか <laughs>、うん、あのね龍之介さんねそれ系はねめっちゃこだわりますよ、えーうん ほんで、みんながこう、いいね、いいねってこう、いっぱい落ちたんですか。で、あッねそうそう。さりげなくアップして、文章もさりげなくて、で、結構ほら、みんなの反応見てると、うわ、おいしそうなラーメンだねってこう、なんかね、純粋に騙されてくれるんですよ。それを見て、龍之介さんは、こう、ね、心の中で、よっしゃってなって。る。そうそうそう。湯気がね、騙されてない。てないんですよね、そのラーメン屋のやつってきに。はいはいはい豚骨系の油がこう。なかなかあの湯気って難しいですよね。 ライティングとか本当いるんですよね冷たく見えちゃうからね冷えちゃってるように見えるからこれはちょっとね美味しく見せないといけないってことでちょっと明るさコントラストとかねへえ駆使してるんだね駆使してねいやいやいやでもね僕すけさん対抗するわけじゃないけどそんな湯気はかかないけどね僕はねラーメンの写真ラーメンフォト大好きですラーメンフォトよっちゃん多いっすよね多いっすよねなんでだろう あれね、うん、やっぱねあの見せられた人っていうのはそれでこう食欲がこう一瞬、ね、湧くでしょうまそうって思うじゃないですか。うん、そ,れそれがねやっぱね存在意義でね「お、うん、なんか食べたい気になってくれたね」って「うんうん、ああよかった <laughs> 取ってよかった」って。<laughs> うん、ねだ,だから僕さっきね星さん 僕星さんがね今何やってんのって言ったらいやあのラーメン食べてますよって、うん、カップ麺食べてますよって言うから、うん、それ食べてんのちょっと写真撮って送ってくださいよって僕言ったんですよ <laughs> そしたらあんな,あなんかねじ絨毯地べた置きでね <laughs> 絨毯地べた置きで何あれあのどん兵衛そうそう、うん、どん兵衛のなんかうんうあれいっぱい持ってんだからもうちょっとこうねあのね5分かかるやつねあ, <laughs> あれ絨毯の上にね直で置いてね でなんかあのパソコンのマウスとあとねなんかフォトコンの雑誌がねおおあ、うん、星ナビの雑誌がなんか開いたままで雑誌ね絨毯の上に置いてあったら全部ね星ナビで蓋してたんでしょ多分その違いますよプラ星ナビはあの、うん コンテストのとこのよっちゃんのとこの写ってる写真をわざと入れたんですよわざとそこ開いたわけだそうですそうですのうですそうそうそうそこは開かないそこは絶対開かないそこね多分もう乗りつけてね開けないようにしてライバルだからね美味しそうに撮らなきゃダメでしたねじゃねそうですねあれはねやっぱ美味しそうに見えないですねうん そうか <laughs> ラーメンフォートねい,やいろんな店で、うん、ほら結構ラーメンブログってあるでしょ、うん、いろんな店回ってね ねうん、なんかいや、まあんまねそういう人たちそういうマニアって写真にはあんまり興味ないから記録としてこう撮ってるねだけど僕らはちょっとほらねそこはやっぱ写真やってるのゆがんでるからねちょっとねある意味ひねくれてるけど <laughs> ある意味ほらちょっとこう写真かじってるじゃないですか、うんうん、いやいややっぱほらねトーンカーブですよあれねデブル補正でもいい、ね、トーンカーブでふわっとちょっとこうで、ね、中間調上上げて でレイヤーマスクで一辺それをマスクサムネイル黒く塗りつぶして、あとは円形グラデでふわっふわふわっとこう白く白く白く,白く、<laughs> しさにこう眉毛がふわふわになるじゃないですか。まあ、一応そこは、うん、あのやるんですね。あの守るんですね。うん、僕は直接白に塗ってるけど。うん、ああそう。僕は守りますよ。うん。ペイントはしない。<laughs> マスクをペイントはするけど、うん。<laughs> うん。やりたいですね。それ。 ね楽さん面白そうですねうん。何やってのね。なんか今日の会話何なんでしょうね一体いやそういえばフェイスブックといえばあれですよやっぱり今旬のねはいはいそうだよじゃあ天才もそうだけどねあのフォトコンがねあもう龍之介さんのあのアンドロメダ大人気でいや僕はそのそうですようん。 SNS でね撮った皆さんがね何十人も画像処理してくれてねいやまあ今ほら平日でねあんだけ出てるわけじゃないですかでねきっとだけどこの金土日のねこの3連休の中でみんなね多分ねよっしゃ今からやるかっていう感じで僕ってくれればうれしいですね僕らこのトーク聞きながら多分ね処理される方が多分結構いると思う。 びっくりしましたね、うん、あんなに応募されると思ってなかったからそうですね、うん、しかも、ね、やっぱりね、うん、個性がありますね皆さんね面白いですね、うん、同じ素材なのに同じ素材ね全然違うよね表現方法がね<う>変わるのかみたいなね、うん、そうそうすごいなんか写画像処理っていうかあの写真ってすごいなって思うね、うん、うん、確かにねねえ太郎さん、うん うん、そう思いますね,、えー、<laughs> ね太郎さんって今日多いな、ね、<laughs> 思わず聞き入っちゃってるからですよでも本当全然同じ素材とは思えないですよねこのバリエーションっていうかね<ー>でもスターローさんも早くやあの応募してくださってや,もうもうやってはいますよちゃんとやってはいますよいろいろと苦労してるんで <laughs> <ー>どっちやってるんですか <laughs>、うん いや、とりあえずアンドロメダやってて。アイリスも、まあ、一応、ね、あの、開けましたんで。僕はアルジビアやったことがないのでね。簡単に説明するとね、あの、聞いてる方、m ム三十一、僕が取った素材が。エントリーコースですね。エントリーコースですね。初級者から中級者ぐらいまでの、まだ対象の。部門なんですね。あれ、アルファセブンエスでしたっけ。あれ、アルファセブンエスとイプシロンかな。あ、はい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 。 レギュラーコースっていうね無差別級みたいなやつがピンタンさんですよピンタンさんのアイリス成分ですねあれはね僕も開いてみたんですけどやっぱり郊外のねそっくりが結構あってこうあれは相当骨がありますよよくあのピンタンさんねすごいあのんだろう速攻処理でね うん、はできるなといつもびっくりしますけどあんな素材でね、うん、あの郊外だらけの素材で撮影して帰宅されて、うん、そのもうすぐなんかアップされてるんですか、うんうん ああそうね。バッチ勝利でもしてんのかなみたいなね。お金も3日ぐらいかかるの多分あれ触り始めるときっとかぶりだけでなんかもうハマっちゃいそうどこまでそのかぶりを完全に除去しようっていう気がねスキルがあるかどうかかな。大変ですよ。挫折気味ですよ僕はもうすでに。ああそう。 僕もねかぶりはいろんな取ってきました今までもういろんなパターンのかぶりあるから基礎点ものやつひどかった本当にギザギザのやつねそれはモザイクでしょそうモザイクうんどうしてもねほらアマチュアのやつとちょっと違うからものすごいギザギザなんですよういう次次目ってこと もうピクセル等倍とかにするとジャギ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 ってこうあのほら雷が落ちた時みたいなああいうガガーてやつがねもう壊滅的な感じですよそうそうエッジがもうくっきりしてるからそこ全部パスでこうギューってやっていかもしれいないんですじゃないとあんな絶対ぼかしとかそんな無理無理パスで囲ってずらすんですか パスで囲ってどっちかが明るいどっちか暗いだから明るい方をこう落としたりとかパターンによってうんそうそう変だあれ大変だわうんそうかうんねえまあとにかく楽しみにしてますよねうんそうそうだからあれですよ僕はあのまあね管理グループの人らは え3時間前に公開するんですねそうなんですかもうできないな、もう、たぶん。ダいや、これもうね、ここで言いたかったんですよ、僕ね。僕らも、じゃあね、じゃあ何にも、ほら、別にエントリーはしないですよ。すエントリーはしないけど、参考出展として、やっぱり何かこう、ほら。 見てるだけっていうのはちょっとあれじゃないですか。やっぱ示さないといけないね。うん。龍之介さん、さっきね、ラーメンフォトとかあんだけ熱く語ってたから。あもう、ブラシは。いや、いろんな手、あの手、この手使って。結果、綺麗になりゃいいんですよ。デジタルなんて。人の目を化せばいい楽しみですね。うん、そうそう。すごい期待しておいてくださいよ。頑張ってみますよ。 うん。皆さん管理者の方もやってらっしゃるってことですね。じゃ僕はもうちなみにできました。あ、そうなんではでした。うん。楽しみしてますね。うん。ジュノスさんのやつまだ開いてないです。うん。あまあだからそれは連休のお楽しみってことでね、考えたわけですね。うん。ええ。 やっぱかぶり取るためにやっぱグラデーションマスクとかいうの絶対必要になるんだけどその時に自分に言い聞かせるのはもう今回だけだよって自分が取った素材だったらねもう今回だけだからね次はあの手この手で明光対策したなとバッフルもなんかこういろいろ対策したなと絶対もう次はパソコンの電源も赤道儀に近くでもうう絶対こ出さないと遠隔ででもいいから離れたところでライトつける。うん 絶対そのフードにちょっとでも光を当てないとかなんかそういうことを意識して村を出ないようにまあ無理ですよねいやいやあのいやいやいやいいやいやいからやい対策はできるからかぶりって意味で言うとね 直線的なかぶりだったん、ねうん、あれだけど不規則なやつだったら、ね、確かにうん、バッフルをいっぱいつけられる,あの,イプシロになるのプロミナーとかああいうほらカメラレンズって密室みたいになってるじゃないこのね光学系の筒の中がバッフルもあるしいろいろあるけどあんなの筒けじゃないですか反射望遠鏡なんて。 反射ボ光が筒抜けじゃないですか。抜けてないけど、筒じゃないですか。筒だけど。全部筒だけどさ。うん。うん。だから、あんな素通しだから、やっぱ、なんかつけた方がいいんですって、本当は。本当はね。うん。うん。あ、どんな馬鹿でかい。こう。うん。そうなんですかね。F. とかは。変わらないですかね。うん、だから、コー路図を書いて。うん、ここの、これぐらいのバッフルだったら。 多分大丈夫だなっていう、ねうんそうそうでやるんですよこうあの厚み変えて、うんうん、でやればかなり効果ある大変だろうなしかしな面倒、うん、くさい多分<え>、うん、絶対無理だな、うん、なんか業者にバッフルきれい、ね、つ作らせて、うんうん、そんでそれをねこうベタベタ貼っていくんだったらいいけど自分で全部なんか採寸してとかっていうとなんかね素材がもろくなってね、うん うん、なんか四つ湯でボロっと落ちたりとか耐久性とかねやっぱねうん、うん、あるよね。その点あ,のあれですよあのほら眼視性能にこだわったね、うん、TOA なんか、うん、あれなんかもうほんと極みですよね,ね、うん、その中がもう完全にね。うんうん そういう処理されてるから、はい、扱いやすいですよねそういう意味で、ね、うん、そうそう。全然違いますね。うん。例え例えね、うん、えー、そのパソコンとかいろいろそんなフードの中に入って、うん、ちょっと明光あっても、うん、届かないから多分そのセンサー行くまでに。うん、うん。だけどあんな反射望遠鏡なんてもうモロじゃないですか。うん、うん。主鏡に行く前にもうすでにあのなんだあの車両のねあのユニットのところに光がね<ー> <coughs> ピカッとこう 明るくなって、それ観光していくじゃないですか。うん、名句入りまくりなんですって。うん、だから反射望遠鏡フラット難しい。うん、なんとかせなあかんね。うん、それでも僕らは反射を使う。そう、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 面白いよ、やっぱ。うん。なぜなんだ。なぜなんだろうね。 いやだってフラット決まる時は本当ビタッと決まるからね <laughs>、うん、だからレンジ100とかにしてもさうん当、うん、白黒に分かれるかぐらいのもう最後、うんうん、それまで全然こうムラが出ないみたいな、うん、状態的にあるからね、うんうん、全く出たことがないんだったらああもうこれ限界なんかなって諦めつくけど、うん、たまにそうなるからやっぱ毎回それやりたいと思うじゃないですかあねあの龍之介さんの製造と一緒ですよ砂粒製造と。 一遍出したら、もう味しめてね。次も次もって思うじゃん。うん。そうそう。あの龍之介さんはね、今日あの実は光軸調整をやりましてですね。うん、で、まあ、不慣れながらも。不慣れ。ちゃんとやったんですよね。レーザー使ったんですか。いやいやいや。レーザー使ってないですよ。うん。もう。古来の方法で。うん。まあ、多分大丈夫ですよ。 余裕ですねそもそもそんなにずれそんな動かないからねエピシロン130で言ってちょっとだけね動いてたんでそこを微調整をかけたっていうぐらいですよ宗教はいじってないですかいじってないですああほん宗教の宗教にいじってたけうんよかったですね明日それにアルファ 7S をくっつけてですねであれですか えっと太郎さんも一緒に連れてくるんですか。僕はほら太った後そうそう名古屋行くんですよ。名古屋新幹線かなんかで。そうですねはい昼過ぎぐらいな移動しようかなと思ってるんですけど。だからまああれかトップカメラ。そうですねそっちがメインかよくわかんないキャノンのあっちの方行くかもしれないですけどね。ああそうですショールームね。じゃノンタさんとか誘って一緒に行ったどうですか人じゃなくて。仕事じゃ仕事じゃないですかね多分。 明日って、だって土曜日でしょのんたんさんは多分不規則だと思うんでね、難しいな、ちょっと声かけてみてもいいですけどね、はははいいいわかりました。俺はまあ、あんまね、誘われて迷惑かもしれないから、こんなこと言ってもりですけどここでプレッシャーかけといてくださいよ、きっと聞いてますから、のんたさんも。聞いてますよ、聞いてるって言ってますもん、いつも。はい まあでもね、僕とあの星さんの昨日のトーク聞いて、ああ、そうか、じゃあ週末、ヨドバシカどっか行こうかって思ってる人は何人かいると思う、多分。うん。そうそそそうううういうモードになるんですって。いや、あのね、ほら、食べ物と一緒よ。カレーの話、ずっとしてたらね、あの朝11時ぐらいにね。でカレーモードになるじゃないですか <laughs>。うん それと一緒でそういうモードになってくんですってねあ行きたくなりますもんね確かにね行きたいなと思いますねうんそうそう龍之介さんも明日行けばいいのにどこでもいいんだけどそのカメラ屋さん何しに行くんですかいやなんか欲しいものないのかなって欲しいもの探しに欲しい ライティングの機材とか買うようになるんじゃないですか、そのうち。ライティングそうそう、ライティング、光、あれですよ、光当てる、要するにラーメンに光を当てるとか、そういうものね、ライト。あんまりね、龍之介さん、大げさなのも嫌いだからね、ただね、僕の読みだとね、龍之介さんね、この間、大阪行って、僕思ったけどね、あのゴリラポットと、あの、なんでしたっけ、あのカメラ、DP1、あれの運用にね、結構ね、もうそろそろね、疲れてきてるんですよ。 確かにねそのフォビオンの,あのピクセルの改造はすごいなと思いつつも <laughs> やっぱりあのねああいう安定の 6D とかさ 5D んちゃらとかそういうやつでしっかりこうレリーズとかもね<あ>きっちり制御してやりたいですよ。ピントもライブビューでもうバッチリ合わせてね <laughs> ここだっていうときにガシャこう切りたいわけですよ。そういえばそういうの持ってないですもんね、キャノンの 6D とかね、竜之介さんね。持ってたけどね、敦賀山さんに売っちゃったんですよ、80万円で。ああ、そうなんですか。返してもらうって言って、これ聞いてたらちょっと返しちゃってください。もったいないですね、それはね。うん そうそうもしそれが手元にあれば、多分ね、TSE、うん、すぐ買うかどうかがかない多分ね、店頭に見に行ってると思いますうん。どこで持ってって。パセブン S 持ってるからね、一応ねそれでフルサイうん。あ,あ,あれは気になりますよ。そういうツアイスのね。ああ、ツアイスもね。うん、ちょっと望遠気味ですとかね。はい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 。 アルファセブン s でしょう。確かにうん。ちょっともったいない、釣り合いがね。いや、でもね、5 5ミリのね、ツアイスのやつ持ってるんですけど、アルファセブン s の。あれ、いいですよ。5 5ミリああ、よく使ってるよね。星を知らないけどね。食べ物とか撮ると最高ですよ、あれ。人とかの。ボケ味がいいっていうか、そういう最高ですね まあね。まあ、ちょっとうまくなったような気がするんですよ、ああいうのを使うと、明るいレンズは。あれはだから、映画素数の存在が入ってんじゃないかな、ああいうな。まあね、ポートレートとか、食べ物とか。うん、わかるわかる。こういう、なんか柔らかい感じなのね。 その辺太郎さんもねよよご存知です結構ほら絞り開放で僕もねほんね絞り1.4のレンズだったのも1.4ばっかり撮ってるんですよわかりますね1.4干したくあれね使いたくなりますもんねねシャープで感じたあのとろけ具合ねシャープというかねでほら子供とかね人とか撮るじゃないですかもうほとんどもうブドバ針めっちゃ悪いからほとんどピンと合ってないです ですよ。後で後悔するんだよね。うん。でも一段絞って二点ね、例えば二点八とかで撮ったらね、なんかなんか存在意義がないじゃないですか。持てない気がしちゃったね。持てないね。そうそうそう。だから一点四で撮っちゃうんだけど、もう全然成功しない。そうそう。一点四とかだったらもう相当ね、アボン。でも僕僕ボケ出すよ。でも一点四なんですよ。その五十五ミリも確か。はいはい。だったかな。一点八か忘れたけどそんなんですよ。あ相当ボケますよね。 わかりますよそれはやっぱりね食べ物とか撮ったってねうん違うね雰囲気は違うでしょ雰囲気も違うんだけどそれ違うんだけどもう写真撮るじゃないですかそしたら例えばまあ何かなカレーライス撮るとしたら撮った時のそのね中に入ってる牛肉ビーフビーフだけにしか合わないですよピントがね薄すぎてピントがや。他全部ポケちゃうんですよ <laughs> でもさそれさツアイスじゃなくてもそこら辺にあるなんか1.4の標準レンズでも何でも別にボケるわけですよね <laughs> ツアイスである意味ないよね別にんかいかにもさツアイスの良さを語ったように見えて <laughs> そうなんですね単純にたさそばちょっと分かんないな 1> 1い,いや分かんないの、うん、<laughs> ツアイスの良さかもしれないですよそれはうん、うん、いやどうなんかなそれ <laughs> いやか <laughs>、まあ、よくなんかほらね空気が映るとかって言ったりすんよね そういう形容するじゃないですか。スライスは空気を移すみたいな。知らない知らないあ、本当。うん。なんかそれを語ってるのかなと思って僕聞いたんですよ。そうじゃない。うん。そういったらピントが浅いっていうか、そりゃあ浅いだろって。いやいや、要するにね、開放で取ると、うん。うん。まあ味だよね、そういう。ああ、なるほど。牛肉以外にもピント合わせましょうる。 あえてそうやってほらまつげだけにピント合わせたりとかまあまあね,ねえ商業写真じゃないけど <laughs> あるじゃないですか右目と左目がもうすでにあもう全然違うもうほんと紙一枚ぐらいのピントの、うんうん、すごいよほんとうん。 ね、星さんどうですか、こんな話聞いて。いやいや、僕もともとね、そういうカメラ、あの、ね、普通の写真から入ってるんでね、もうわかります。よレンズもいろいろ。レンズもいろいろと買ってますからね。人とかも撮ってました。撮ってましたよ。あ、本当。僕実はね、あ、龍之介さんには言ったかな、半年ばかし。ちょっとあの、写真のね、専門学校ちょろっと通ってるんですよ。そこで。基本的なことは、一応そこで学んだりとか、あとスタジオでね。 女の人撮ったたたりりとかしししてままやりました <laughs> ポートレートってね、うん、やっぱり逆光気味とかちょっと斜めとかああいう、うんでね、シルエット浮かび出して、うん、でレフ板で起こしてとかってやるじゃないですか。ね、でグリーンとかああいう緑バックに、うん、であの望遠ちょっと中望遠ぐらいで <laughs> 絞りに一発のその開放にして。 背景ぼかして被写体たせるみいいななやっぱそううですだから 85mm とかねよく使いますよね。85mm の1.4とかね。ああそうそうそう1.2とかね。持ってますよ僕。そういうの。あ持ってるそういうの持ってます。85mm の1.4持ってますよ。ああ僕もね昔ねニコンの 85mm を1.4持ってた。あ本当ですか。昔のやつね。昔のやつ。D の時のやつ。いやそれでもいいですからね昔。すんげえ大貢献なやつでしょ。 うん、二の背さん八十五いいよ。そうなんですか。八十五。オートレートだったら八十五ですね。ああ、まあで言いますよね。ちょっとその五十より標準距離感がね、そう距離感がちょうどいいんですよ。あんまり広角だと近く寄るじゃないですか。そしたらそんないかついカメラでね、寄られたらいや何、ね私の何どね鼻のなんかこう細部とかなんかこういろいろこう撮られるってなんかほら構えるじゃないですか。うん、だから。 ちょっと離れたところでなんか透明とってんだなっていうふうにリラックスさしといて実は結構寄ってるみたいな距離感があるんでしょうねでこれ135とかになるとなんかかなり遠いからおいって感じでねまたちょっと距離離れすぎちゃうみたいなどうせあったらでもやっぱりねそのああやっ用し言いますよね兼用できる おだからあれですよ、ほねあのまあ、マウントは違うけどね、t s 十2、うん、4ていうのは建造物っていう、ね <laughs> うん、意味で、まあほらあのパ、パースの,、ね、あのほら例えばね、みなとみらい行ってあの高い建物を取りましたと、うん、そうしたらこ先がすぼまっちゃうでしょ。うん あのシフトレンズってそれをきれいに補正するんですよ。建造物にはもう建築写真にはもう持ってこいのレンズ。仕事で使うのレンズなんですよ。で星にも撮れちゃう。で天光源で色収差が出ないからああやって夜景とか例えば川崎かどうかしらあのね重化工業地帯ああいうねところ行って点がぶわっとあるところでも開放とかで撮っても色が変ななんかねパープルのフリンジとか全く出ないんですよ。隅々まででシャープ 結像すするわけでねいいですよね。HDR できる、風景も綺麗マニュアルなんだけど、でも天体写真には特性はむしろいい。はいはいはい。うん。猪之さん、まさに欲しいレンズじゃないですかあれはどうなんだろう、ソニーのやつに使えますかね。ソニーのやつに使えるよ、もちろん使えるけど、マウントつければね。だけど画素数的にね、多分ね、もうオーバースペックになっちゃうね。アンダーになるってことですか。うん、アンダーサンプリング。うん。 そうそうそう、まあそ。それがいいんだったら別にいいんだけど。<laughs> うん。価値を本当に必要と。まあ、建造物だったら、まあ、HDR とかだったらね。うん。やっぱりカリカリというか。カリカリ。うん。キリキリに取りたいですよね。そう、キリキリでしょ。ね、うん。だから、やっぱりまあ、最低でも 6D、うん、できれば、まあ、あの、ニコンのね、うん、あの、3 6 0 0万画素じゃないけど、うん、あれぐらいの画素数があったぐらいですよね。う,ねうん。 キノンないからねそんな3000万画素クラス級っていうのはね確かにねないですねうんでなんですかねあえてやってないなんですかねまあだからそこにやっぱ太郎さん目つけたわけですよそうですねね高画素数のこれでそうそうニコン D800 いいでしょ いいってことは、ローパスがないやつですうね。そういう、見かけ上ってことですからね、見かけ上ですけどね。ああ、見かけ上か。完全な形じゃないですよね、でも T810 だとなくなったのかな、なんか。 あそう今こそっと手元に実はありますけどね、810<が> <laughs>、誰に借りるんですか、そんないやこれあの、知ってます、D800E、今、サポートセンターで送ってるんですよ、僕、うんはい、でそれの修理、時間かかってるんで、<laughs> 大外<機>そう、代替機で 800E でもいいけど、どうせだったら810貸してって要求したら、送ってくれたんですよね。 ああの買うことも検討視野にできるそうそうこっちも面白いしとかと思ってうん何か年長どうですかどうですかでもなんか全然違うって言いますねうん。でも星星取ってないですからね星取りたいんですけどねできればねいやなんかねえらいあの人気高いですよ星取る人成形取る人がね全然違うらしいね何が違うの いや画質とかいろんなところが違うみたい、うん、なんかちょっと違うカメラになった感じしますね触った感じでもなんか違いますもんねうんあれはね相当ね,ね評価高いじゃないですか、うん、って、ね、そのカメラって G800E うん 800とかでやっぱでも触っててもね、結構風景写真撮っててもしょ、あやっぱり扱うの難しいんですよね、結構ブレちゃうんで、やっぱガード数が大きいってことはブレやすい。810はそのブレをなんか解消するんな、そうですよね、ああ、なんかブレてないな、うそうそうそう、結構ブレが少ない感じがするんですよね。ミラーショックが少ないんだそうそう。で、シャッターのやっぱ音がちょっと軽くなった感じしますし。うん ああとまあライブビューちょっと見やすくやっぱなってますよね。ねそれも随分違っちゃってますしね。ん見ていきますよあ<ー>えでもニコンマウント <laughs>、えー、だってニコンでしょ。全然レンズ持ってないじゃないですか。ニコ,ンニコンの僕はシグマの持ってますよ。あ僕,僕あれ持ってるもん。D7100 ってやつ。 AP 使ってないけどあんまりであれかキャノンのやつは持ってないんだ逆にキャノンは 6D 持ってたんだけど手放しちゃったんでそれ返してもらってキスは持ってましたキス改造してるキスは赤くなっちゃうまあそれ APS でしょせっかくだったらねボケも楽しめるフルサイズを今から手に入れて次のね僕はんか次のがいいなどうせだったらもうここまで来た 出るんじゃないですかキノンのフルサイやそれはねそんなに変わんないと思うよ僕は 6D いやまあそれはね動画が例えば30フレームが60フレームになるとかそういう程度じゃないですかそれだけじゃないかでまあデュアルデュアルシンモスピクセルとかあの辺ですよねでちょっと感度が犠牲になるけど うん、でもアクアプラスねデジカメはねこう次から次へとこう機能、うん、まあねブ,ブレイクスするある程度なんかこう進化しきったような感じがしてねこれ以上ね追求できないからじゃあもう動画方面で進化させようみたいな感じがありますよね。数は結構画期的だったでしょ。うん、まあね実際感度高いからねあれは高いですよ。 動画で欲しいもんだって。うんとは思うけどね。手ぶれ問題とかあるしね。うーん。ツ2の S がね。ああ、ツ2の S がね。で、5軸で出ればいいんですよ、動画でね。 あできるよ、多分ね、できるんだろうけど、ソニーはそんなすぐ出さないから、しに。うんは、多分三3軸のままで、その S を出すと思うんです。うでかそう、完璧にはしないと思うね。ハンディ感もあるからね。ハンディ感もあるしね。その辺、どうですかね、太郎さん。 の事情はいやー動画はちょっと詳しくないんでねちょっとよく分かんないですね,う,ねうん、うんうん、動画もいいですよハマ、うん、ると怖いですね動画もねきっとね <laughs>、うん、まあまあそんなタイムラプスとか来らずにね、うん、ちょっとなんかこうね浅草とかどっかこうフラット散策しましたという時にちょっとずつね,なんかね今までとほら普通だったらね 友達とととかかかか子供とかこうずっななんか動いいるの撮るじゃないですか、うん、でイベントが終わったとか発表会終わったって言ったらもうおしまいでしょ、うん、だからそんなんじゃなくて写真を撮るような感じで、うん、あいい感じの光だないい感じのこうアングルだなっていう時にこう回すんですよデ、うんうん、ックボタンを押してこう回すんですよ、うん、で要はクリップをいっぱい集めていくんです、うん、クリップを。うん そしたら、あ、いいなと思ったやつがいっぱいクリップできるじゃないですか。三十秒三十秒三十秒で。ね、うん、後から編集でくっつけたら、結構な映像になるんですよね。井山さはね。<ー>なるよね。うん。そうそうそう。ある意味写真ですよ。あれも。うん、じゃ、普段から持ち歩かなきゃいけないところですね。じゃあね。<laughs> うん、まあ、さね、ハンディカムでもいいわけだし。うん、ただね、一つ違うのはね、動いてるものじゃないと、え、え、えいうか、映像にならない。へ<ー>うん。 動いてるものなんか例えば木がゆらゆらって揺れてるのもいいしあの風鈴がねこうチリン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 ってあ <ー S 1> あーになったらもうピタッと止めてこう取るんですよ。<ー>うん、手をパッとこう固定してね、うん、で風鈴が揺れてるのを取るわけですよ。 逆になんか地蔵みたいな全然動かんようなやつああいうの撮るときは自分がゆっくりゆっくり動くゆっくり動くんですよそこの関係が面白いねなんかね違うとか写真と面白そうですねそれね面白いですよハンディカン僕持ってはいますんで持ってるだけねどんなハンディーカー古いやつですけどねもう結構うん えー、いやらんだな。ありますよ。うん、家の中いっぱいでしょうじゃ <laughs> いっぱい、えー。物でいっぱいです。あそれはでもそうですね。物捨てられない方なんでずっと持っちゃってますしね。うんうん、ああで人に売ったりしないか。あんまりはしないですね。そのうちってのもありますけどね。うん、なんか愛着空いちゃうんでなんか使っちゃ、うん、使っちゃうとなんか。うん。うん でもほとんど使ってないでしょそんなこと言わないでくださいよそういうのもあるよねでもああまあありますね実際正直ねティーカムはこの間でもゲロに持っていってあれですね散歩自分でしてるのと同じ風景をずっと撮ったりとかしてましたけどね公開はしてませんけどうんまあ見ないだろうけど誰もねうんうん <laughs> そうか。うんうん なんかねあんま物が多すぎるとさそれ使いこなすってことを考えちゃうから、ね、僕だってほらビデオ機材なんか3つ4つ持ってるじゃないですか <laughs>、うん、だからね本当きっちり僕そういうことあんまりしないタイプなんで掛け持ちとか、うん、だからねもう決めてるんですよね運転の時は必ずこの RX100M2 使うとか <laughs> 飯食いに行く時も,も店でそんな一眼レフとか恥ずかしいから <laughs>、ね、ああいうちっちゃいカメラでやるんだとか <laughs> 子供を追っかける時はもうハンディカムだよとか<ー>、うん、そうやって決めちゃえば絶対もうそれ以外使わない って決めちゃうともうそれを使わざるを得ない。うん、うん、そういう風に決めちゃいますね。えー、うん。そっか。じゃあ分野ごとにち決めとけばいいんですね。そ,れそう、ね、それ面白いですね。うん。なるほどなるほど。ええ、僕らほらカメラとかね、そういうまあ写真ジャンルがあの僕らの趣味じゃないですか。うん、なんかカメラとかいろいろ使い分けてるでしょ。えー 竜之介さん、例えばね手話の57持ってるとか、僕、こんマイク持ってるとか、例えばサウンドのマニアだったら、なんかマイクも多分ねいろいろ持ってると思うんですよ。こういう時はとか、ナレーションの時はこっちああ、なるほど。そんな別に一緒でしょって思うんだよね。で多分同じようなこと多分他の人に思われてんだって。カメラなんて別に iPhone でいいじゃんって、何でいろいろ持ってんのそうやって言う人多いですよね。 多いでしょ。それをどう反論したいですかどう反論します僕えなんつって言うのいやうえなんでるえ違ないでしょい、違うんだよって。ああ、分かるわかるわかるわかる。ま,ま,うん、あまあまあまあ、まずね、多分ね、僕はね、ボケのこと言いますよ。まあまあまあ、それは。うん だってさ、今ね、これ見てよってね、素人の人がね、今、ほら、iPhone とかで、これ見てこれ、これ、こんなにこれシャープに写ってるんだよ、こんなに細かく写ってるんだよって、いやいや、違うよって、だってさ、デジタル1がこんな重いけどねって、だってこれ、ボケる写真ってこんなできないでしょって、うん、目だけにピント合わせてさ、周りふわっとボケてるなんて、うん、で、僕、多分ボケの話しますよ。そことうかね センサーサイズですね。そですよねでも最近ほらちっちゃいカメラでもでかいサイズのまあまあ α7S もそうだけど出てるじゃないですかコンデジでんかこうボケるようなやつだったらデジイチのああいうでっかい重いやつの存在んなのって立ち位置がなくなるあれはどうなんですか なんででもでかいの持つんですかね。だから最後あんまりでかいの持ってないですからね。持ってないもんね。ああ。軽くていいですよ、あれは。見られそう。で、ソス足りないじゃんって言うんだったら R もあるわけですよ。そうそう。星太郎さん、D800E ふ普段ね、振りましたけど。はい、振りましたね。めっちゃ重いじゃないですか。反してくださいよ いやでもやっぱかっこいいっすよ持っててそういうとこから入りますかねそういやだってだってだってですあれですよ見てくれはだってねあのあれソラガールにあっちの方が人気ですよミラーレスの方がなるほどねまあ女の子たちが持つあそうねきっとねああいうのパチパチ撮ってるじゃないですか街でよく女子がね まあまあ、硬派なものは本格的なものが好きなんだよ。ニコンのね、ああいうボディ、ニコンのボディ、正直かっこいいよね。僕ももう、まあ僕はもう全部持ってるからね、一応ね。まんべんなくメーカーを。メーカーを。いやいや、そのディノスクさん持ってるじゃなくて、フラッグシップのニコンの D4 とかさ。ああ、いいすごいですね。なんかめっちゃかっこいいよね。 キャノンはちょっと分かんないけどニコンのフランクシップはすごいかっこいいよ D4 とかですよねそう質感とかラバーの感じとかあれはちょっと別物ですねあれね見ました荒ぎで持ってきてましたよああ誰かがああほんとにうい分かるとこで見たらやっぱほら質感違うでしょうああいうのに喜びを感じる人がいるんですまあそれは分かりますよそれはうん でふだん使いという意味でちょっとねきついやないか2470のニッパチの重いのをぶら下げてさただこってねそうそうでさ買ってまだ買ったばっかりで嬉しいもんだから D810 買ってさ第3弦のズームねで首にこうぶら下げてですよでたかたかさコンビニとかさ なんかほんな近場のさどうでもいいなところでさちょこっと行ってこうなんかねライター買いに行くぐらいの買い物でさわざわざそんなんさぶら下げて <laughs> 自販機とか取っちゃったしねそうそうそう昔それやってましたねもでもでしょうやるでしょうやってましたねでもその辺近所散歩するのにももうわざわざやってましたね、うんわざわざ 見せたいっていうのはあるそういうのもありますね、でもね、正直あるでしょう。なんかほら、ニコンのプロストラップの黄色の黒のさ、デモンイエローのニコンのさ、あれをつけてさ、あそこやっぱ見ちゃいますもんね、他の人が見てるとね、何持ってんのかなとかってね。見ちゃうでしょ見ますね、あれね。同業者やったら気にするけど、同業者やったらね。 普通の人やったらさそういう目で見ないから別の目線で見るからなんかおかしな人かなと思われますよそうそうそういうのもあって龍之介さんっていうのはまあ空があるじゃないけどそういうなんかこういろんなね広い層に訴えるようなまあまあねうん ストライクゾーン狙ってああいうのを買ったり。さすがにさすがですね。社長さんですから考えることが違いますね、やっぱりね。これはやっぱいいだろうと。なるほど。センサーありますね。ノ之ケさんはアルファ 7S というのは当分多分手放さないと思いますよ。明日も使えますからね、僕はね。天体写真でね。

落ちていくんでしょきっとコンポジットするとそうだねモヤっとなってくるんでしうねが悩ましいだからねディテールを出すのかその淡いというそのね尾の長さディテール重視しなくてもでも明日僕は一歩ですからねどうせ全部入んないでしょはいはいはいああフルサイズとはいえうんでもさそんなんでじゃあワンショットでコンポジットなしで決めようって言って 短時間に撮るじゃないですか。あったら結局、じゃ抜きんでた写真って結局、ほら、SN ね、ざるつくわけだし、そこ難しくないですかとりあえず、画像処理でしょ画像処理で何かしたいんだったら、露出いるんじゃないですかもちろん、とりあえず撮りますよ。1時間とかね、1時間なら90分なら分かんないけど、撮れだけ撮って、まあね、どうなるか、実際1枚が一番良かったりするかね。 なっちゃうかもねどれぐらい動くかだね、その方が。うん。まあちょっと、初めて水星をちゃんと真面目に取りに行くの。あ本当。いや、子供に見せてやりたいとてのはあるけど、肉眼では、まあ本当星星みたいなのがちょんって見えるかどうかなんでしょ肉眼うん。そうなんでしょうね。きっと。ふわーって、こうなんか見える。そうなってくると見えるでしょああ、今はまだ見えないんですは。ダメでしょうね。 一応肉眼で見えるけど、でも、どうって言われか分緑の点が多分あるんじゃないですか、ポツンと、あ<ー> <laughs> きっと。ぽつんとね。うん、まあ、かかうそっか、水星か。ねえ、太郎さんの水星ブームど、どうします明日 <laughs> 明日って。<laughs> <laughs> 明日はとりあえずキヤノンの <laughs>、<laughs> <laughs> そこ行きますか <laughs> あ。ああ、そっちの方がキヤノン。<laughs> 撮影もしたいんですけどね残念ながら移動しちゃいますからねまあ来週ですかねお誘いがどこかからあればってとこですね僕は車持ってないですからね明日僕は行って撮ってみておっと自分で感動しちゃったらまた行きますよ本当ですかそれ出てください材を変ええてへ タイミング良かったらしいよたらしい。当たるね。ああいいですね。タイ,タイミングがあったらぜひ連れてってください。そっちの方が興味あるかもしれない。トルさー二九ゼロ五ゼロで取るとどうなるんだろう。う厳しい。えだって合わないんじゃない色が。ま色はね。うん。でも色って結局ねまたあれだけ A B チャンネルでしょ。うんうん。 どうなんですかねおかねおしくえっというか星,星が彗星角に対して動くから、うんうん、RGB 切り替えたら星が RGB って団子がポツポツポツってなるよ。<laughs> いやまあ彗星角でまあだからそこはあれですよ。ゴリゴリするんですよ。両方こうね分離して彗星と星を分離しといて。うんうん なるほどね。<ー>投げ縄ツールとかでね。<laughs> <laughs> もうね天才のね天才グループのね創始者なんだから <laughs> <laughs> もうちょっとなんか <laughs> 大丈夫ですか <laughs> 投げ縄とか言って <laughs>、うんまあでもさそ,その一芸を極めたらね、うん、それはそれでまたなんかすごいな。投げ縄を極める 結局騙せばいいわけだから、わきれいいわけだからね。うんそういうことやると不自然になるんだけどね。うん、なるなる。ただそれを極めると、もしかしたら自然になるですね。まあね、どうやってやる方がいいかな。どれぐらいの頻度でそのうねうねが動くんだろう。タイムラプス見る限りは、まあそこまで動かないですけど。でも10分とか録音してると動くでしょうね、きっとね。 シャープさは後ろが出てないかな、きっと。でもさ、淡いところ出すには10分なんてそんな絶対いるじゃないですか。ワンショットで決めるんだったらもうみんな一緒じゃないですか。感度が高いカメラが勝つんだろうけど、どうしたらいいかな、戦略。え、もう明日だから何時ぐらいですか何時何時。でも暗くなったら撮りますよ。ええ 暗くくなって本当、結構早い時間にもあね結構高いところにいるんですよ、まだ。あ、そう。あの辺です。えっとね、んだっけえっと、アルデバランとかの辺りですよ。わかりますアルデバランああ、この辺にいろ見えるんだ。見えるみたいですよ。四等星つったら、暗い夜空で。 そこそこ見えるでしょうね目のいい人とかだったら緑にぼやっとした感じで見えましたね双眼鏡で去年はなんか見えましたねあ本当いやこの間双眼鏡買ったばっかだからね本当は見たいんだけどね見えるでしょうかもしないねうんそうか どういうふうに、僕取るわけじゃないけど、龍之介さんがどういうアプローチでね、この戦略を練っときましょうか。そう。まず、いや、今絶対ね、今整理しとかないと、明日から絶対に行くなるよ。絶対せっかく今これトークやってんだから。一応ね、カメラは、うん。s m さんもちろん持っていくんだけど、一応、あれ8300も持っていくんですよ。8300? 一応ね。290もあるのに。290は、まだ調整がね。 さすがにちょっとほらね慌ただしいからバタバタしててこうカリッとやっちゃった、うんうん、QSI をとりあえず持っていくんですねそはねはいはいはい、うん、そ,うその L 画像はまあそれそれでまたちょっと撮ってみようかなと思うんですけどね LRGB として、うん、でも片方はあれでしょフルサイズでしょ全然シャイアのあれ違うじゃないですかそう多分はみでまくるですよ片方でかねまあね 結局両方とも、うん、イプシロンで撮るんですけどね。時間を。うんうん、どうなんですかダメかな。まあメインは α7S ですよ。うん、そいつで撮ったものがちょっとこう例えば、うん、L をねブレンドしたら綺麗になるんであれば。うん、まあでも L に合わせますよ。もちろんその画角はね。うん、はあ、画角はね。L を使う場合はね。8300の画角で、うん、えカラー情報はその α7S を使うと。 僕、今、僕ね、大体も直感で仕上がりイメージがなんとなくわかるんだけど <laughs> 直感でね、デジカメの方がいいと思う。にうん、なんかイメージ的には,、うん、的には冷却だからモノクロだからとかあるんだけどだけどね、多分ねうまくいかないと <laughs>、うん、そんな、ね、効果が出ない割にうまくいかないと。 うん。だからデジカメでどう撮るのか。あ本当はそうなんですよ。デジカメを使ううん。そうそう。だからうんデジカメを絶対もう使ってそれ縛りでやらなあかんと。うんもうそこ追い込んで8300ももう使わないと。ね。じゃあそのイプション1 3 0とえアルファ 7S をくっつけてまずはじゃあ最初にえ構成何ガイド？普通の星でガイドして。 で次に水星角ガイドを今度はどんだけの時間やると、うんうん、で多分バックグラウンドとか星を写すだけだったら、ね、星のガイドっていうのはそんなにあの露出時間いらんなって大体こう分量を決める、うんうん、で水星角の方は当然あの王とかいっぱい出したいから、うん、あっちの方はいっぱい撮りたいそうか、うん、とかね なんかこうシナリオ考えるじゃないですか。うん、で最終そのね星だけのやつ、水、うん、星角だけのやつ、うんうん、どうやってこう合わせるドッキングするのかみたいな。そもそもそのガイドっていうのは水星の方がいいんですかね。水、うんうん、星ガイドっていうのかな。うんどっちがいいんですかね。いや星が流れた写真は嫌だっていう風な人はやっぱり、うん。 星止めたがるだろうねでも止めたがる人って結構分離して処理してますよね基本分離して止めたがる人は分離してままあ一回例えば極端な水星から星全部消しちゃってああはいはいいとかいうふうにやってる方もそれはもうほんと鑑賞写真だけどねそうそうそうまあもうそこはそれでいいかな鑑賞写真をちょっとうんその辺保さんどうですかねダメ いや全然その彗星だったらそれもありでしょう。あとはいかにそれをね自然に見せるかだと思うんですけどね。うん。まあだってから星雲だって星だけ現像したりしてるじゃないですか。星雲だから星を消す星を消すそういうことはやってないですけどね。まあでもんかピックスインサイトとかでできんじゃないかな。 なんあのー、あそうだね例えばさ、うん、いやまあみんなすでにやってるんだろうけど水、えー、星角をずっとひたすらねガイドガイドガイドってやっていくと。うん <laughs> 結局、比較いで星というのは移動していく星というのは消えますよね。分かるよね水星角は同じ位置、星は相対的にずれていくから。うん。で比較いで SN が加算平均よりはちょっと SN の向上は伸びが悪いけど、比較い合成で合成していくから、水星だけを抜き出すんですよね。 だけを抜き出すただ、比較くらいとかっていうのは比較名もそうだけど SN の上がりがあんまりよろしくないんでできれば星のところだけ比較くらいをして星以外のところは普通の加算平均マスクして普通の加算平均で SN を上げたっていう方法もあるよね消したい部分だけ比較くらい星マスクですよね。見事 全部コンポジットして本当水星だけの星が消えたやつができたと。でまあ <laughs> 最後にその星だけのやつと合わせん星マスクのね。でつなぎ目きれいにやってさね、うんうん、それが一番という感じのね。うん <laughs> うん っていうの僕の自分のブログに上がってきたら成功したってことですかなんかなかったことになるかもしれないけどなるほどその時はラーメンォとでもあげますわいやいやいやあのだから僕が言ったね星だけ追尾であと角追尾うんその2種類っていうのはいやうん2種類はどっちにしろ干渉価値干渉価値というかまあちゃんとした成果じゃないですか どっちにしろきちんとした、あれだよね、それを両方ちゃんと取っておくと、そしたらもう一応、作品というか結果としてはクリアですよね、それでドッキングしてどうするかっていうのは、プラスアルファでいいんじゃない気分的にはね、気持ち的には。んとかかしたいですねねせっくく行まあ うん、だから両方取っときゃいいんですよそれを、うん、時間の割り当てだけバックグラウンドごときにそんなんねな何十分もかける必要ないだろうなとか水、うんうん、星はやっぱいっぱい録音したいとか時間も難しいですねどれぐらい取ればいいんだろう録音時間ってんどこ時間うんまあ合計とかもそうですけどね、うん、どうやろう,、ね、う,うか僕はいそ6400でやるつもりなんですけど今のとこ うんうん,うんねえ1600で1分とかっていう作例が結構多いような気がするんですよ。うん、F 値はああまあそっか F はいろいろあるからね、うん、そうか確かに一概には言えないのかい、うん、っぱい明るいですからね結構ねうん飛んじゃうのかなあ,あんまりさ6400で1分とかだと。うん ああかもしれないね。結構、気度差があるのかもしれないね、お城さん。ありそうな感じですね。点八ですか。三点ィングでしたっけ、一百三十だった。まあ、三点三で三点三。スペック上ね。六千四百だったら三十秒とかでもいいのかもしれないですね。下ってるね。下手するね。まあ、それだったらそれで、ね、あの、やっぱこう解像力が上がるっていう、その、ね、動かないからね。 水星があの、おっぽがね。ううん、いや、奥が深いんだろうな、水星もきっと、本当にそれやり始めると。ちょっとでも楽しみですね、どんな作品が出てくるか。もうきっと、いや、二十四時間後か。いや、24時間後にはきっと上がってますよ。いや、上がってない。いや、そんなすぐないうん 24時間後まだだって、うん、だってさ <laughs>、はい、フラットとかもらなか,ったからなそこはねやっぱね普段僕らさ声雲とかやってる人たちっていうのはフラットについてはもうエクスパートじゃないですか、うんうね、そだから <laughs> そこはきちっとこう決めてね<笑><笑>ほらこんだけ強調してんのに背景全然そんな周辺言語ないでしょって。<笑><笑> うん、<わ>これが普通だよって、こう言ってやんなきゃ、祐之助さん, <laughs> ん, <laughs>、うん。天才のこの管理者として。<laughs> うん、うん。ねえ。なんか難しいんですよ。これが、リプのね。うん、フラットアウト。うん。まあね。<laughs> うん。まあ、でも、なんとかなると思い、思いますよ。フラットはね。あー 宣言しましままたね、まあでまあでもそうですねあんだけ分子運とか出してたからね <laughs> あんなそこまで淡いもんじゃないからねうん、うんうん、いけると思うそ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 う全然多分ねそんなレベル違うと思う、うん、そのフラットの精度はね、はいうん、月明かりとかちょっと分かんないんだけどあ月明かりの上がる前に撮るんですああなるほどねその時ってオリオンって今どの辺のコードになるんですか もう結構高いですよ、その時刻って、その推薦の時うん、そうそうそう、あのだからまあ8時、9時ぐらいで、月がまだ昇ってくる前の時間帯っていのは、うん、もう45度とかそんなんじゃないかな、オリオンド45度。え、うん、ー、まあそっか。多分結構高いですよ、きっと。あ本当 うん星さん行きますか、明日名古屋行くのやめて <laughs> <laughs> か名古屋怒られちゃいますよ。<laughs> <laughs> ね、うん楽しみだね。<laughs> ステライメージにあれですよね一応水性のコンポジットってあるんですよねあれありますねなんかね使ったなえっとカーフコンポジットってのねエっカーフあるんですねどんなどんな感じなんでしょうねこれね全然触ったことないですけどもちろん自動で合わせてくるんですかね水性核基準かなんかこう指定したらいやまあ今の季節だからこそね水性を僕は取るんだと思いますけどねちょうどオリオンまあある程度取ってね これかかららにに入る直前ですからねね記記念念って思い出ですか <laughs> <laughs> 思い出撮影。うんまあ、今ちょうどまあ旬だあ、そうですね。写真撮ったらやっぱりその時の記憶、後から蘇ってきますからね。そうですね。うん。あれ不思議ですね。うん、うん。そうそう。だからあれですよ。僕ほらね、秋ほら龍之介さんとね、星太郎さんと、うん、あの思い出深いねあのほらギターね <laughs> やってほら写真撮ったでしょ。はいはい。うん。ああもうやっぱほら愛着ありますもんね。ああ。いやいや開いてないじゃないですか。<laughs> <笑><笑>そう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  <laughs>。 これまた初めて開いたんでしょ？えのやいやミツボシは焼いましたけど赤いやつとか赤いやつは、うん、え開いてない開いてないまだ開いてないですよ。<laughs> うん。あとなねいろんなところでブログとかね。 うん、一番の思い出そうそう今年一番の思い出の遠征ですって書いてるじゃないですか、うん、書いてるのね肝心の撮った撮影したねファイル開かない,、ね、いんそうそう <laughs> うんだけ最近僕ね心配になっちゃうんですよ、うん <laughs> うん、画像処理こんだけこう手つけようとしない自分に対して <laughs>、うんうん、何なんだろうねだ,だってさ言ってもほら太郎さんとかね 毎日やってほらね、どん兵食いながら処理してるわけじゃないですか。うん。毎日どん兵やった。えっと、何だっけあれあれ。マガタマの。マガタマのやつずっとやってるんですよね、同じのね。毎日いじったけど、もう素材飽きちゃったから、今ほら、森塚さんのやつを今度やってるんですよ、M31。そろそろもう。 うん。だって、もうずーっと多分、いじってない、あれ。はい多分ね。そうですね。うん。もう季節完全変わってますよ。年も変わってますよ。ただでも10月ですからね、あれね。でも。10月でしたっけそうです。あのマガタマ、あれでしょ。荒ぎの次の日の調味層のやつですから。ああ、そうなんですね。じゃあ、11月初11月。マガタマ、いつも撮ってましたよね、星さんで。 そうですね、こっちでも撮ってます、ね、うん、茨城でも撮ってますんでね、うんうん、茨城のはもうほとんど出してないですから、もう。あああああなんかね、同じようなところ行ったり来たりしてるんでしょ、多分 <laughs>、うん。<laughs> うん、楽しみにしてますあの天才のコンテスト。<laughs> <laughs> 本当ですか。一応やってますけどね、うん、大変ですね、あれね、アンドロメダね。<laughs> ちょっと今、開いてみてたらね。 また応募作品が増えてますね。増えてますね。すごいな。アイリスの方も出てますもんね。今ね、あ、本当に出てます。出てます。安倍さんが、安倍さんが投稿してましたね。さっき。あ、そう。はいはい。すごいな。みんな。嬉しいですね。うん。しかも。幸せですね。幸せ。撮影者として、やっぱほら。本当ですよ そんなないいいことないですよいあの、うん、みんながこうねしらみつぶしもずっと見てるわけですよ <laughs> ピクセルばいとかこうね <laughs> 超拡大でそうそうそうが甘いなとかさなんかこう思って見てるんですよきっと、うん、こんなもんかーって <laughs> 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 こんなもんかーって思って <laughs> 言い訳コメント用意しうおかないなうん えあれフィッツですよね。まだ開いてないけど、フィッツですよね。ようん、ああ。ってことは、デジゲンとかやってないですね。やってない。うん。ああ、やってないね。ああ、そうじゃなきゃね。あの、中心、うんで。なんか噂によると、なんか変な偽職があるみたいな中の動画が書いてあったと思います。あれ、あれすごいですね。<laughs> キラキラキラ光ってますよ、あれ, <laughs> あれ。あなひどの。 すご,すごいですね。強調すると浮き出てきますね、あれね。え、そうなのえー、それ何消せるんですかあとで。カメラローか使え消えるんじゃないかな。僕、それ苦しんでますけどね <laughs>、えー。でもさ、カメラローを使ったら、今度星の色も消えちゃうのやの <laughs> んじゃないの星マスクしてね、もちろん、えー。星マスクしようにも、そのカラーモイズも一緒にマスクしちゃうないの,やのああ、どうなんだろう。 あれはちょっとね、あるんですよ、前から。一枚ローでもね、色つくんですよね、うん、なんか緑とか。えー、なんすかね、そのソニーのなんか変な仕組んだ、仕組 <laughs> <laughs>、うん内部ロ,ロジックがなんかあるんじゃないですかね。うん、うん。だけどね,あのね、スバルの時はそうでもなかったんですよ。うん何が違うんだっけ イソカンドと同じなんですか。違うですよね。違う違う違う。ああ、そっか。アンドロメダはイソカンドあげたんだ。六千円ですか。ただな。いやいやいや、でも、そう、それは関係ない気がするんだよ。なんやろうね。うん、じゃ、分かんないですね。うん、まあ、そういうちょっと問題があるような素材というの、を今回ね。恥ずかしげもなく、こうや公開された。 うん、みんな見てるわけですよ <laughs>、うん、ほんで言えないじゃないですかそんな正直にねここあれちょっとひどいよとか言えないでねみんなやっぱほらね一生懸命こうやってくれてるよね綺麗にこうほらやってくれてうんいやでもすごいですよねうん、うん、よくここまで皆さんうんそうですね いや僕もねどういう風うに処理しようかなってまだね開いてもいないけどすごいこうイメージをねうんとめだね難しいですねうん,うーんえジュノスやりました？うんあえ何がいや改めて,だって改めてやって,みんなやってるえやるやるんでしょだってどうかなやるのかな <laughs> 時間があればやります <laughs> <え> <laughs> うんえでもあれかまあ作者あの出品者だから、うん ピンターンさんの,そのアイリス線のほうが優先なのかなまずはまあそうでしょうねうん、うん、どっちかをやらなあかんすいいですよ絶、ね、対、ねうん、僕は一応両方やるつもりですけど間に合えばね、はいうん、でアイリスのはもう終わってるけどアンドロメダのほ <laughs> うは、うんうん、かなりなんか色が出にくいんだろうなっていうこう、うん、先入観はあるんだけど結構皆さん出されてますよ色は、ね、出てますねうん僕、うんうん、がブログにアップしたやつよりも全然出てますよ うん。あ、ほん <laughs> うん。うん、そうか。まあまあ。やってみますよ、それじゃいいんだそうですね。うん。楽しみだな。え、星太郎さんはいつぐらいにアップしますかいやー、どうしましょうかね。まだでも余裕ありますからね。<laughs> <laughs> いやー、もうすごいですよ。すごいですよね。 二週間続すすですかね。<laughs> まあ時間はありますか、ら大丈夫ですよ <laughs>。最後<か>。うん、でもね、<laughs> 勝負は、勝負はこの三連休だと思いますよ。うん、で、平日とか、こう仕事入っちゃうと、なかなかこう、ね、詳細詰めるあれ時間ないから。うん、だから、もう、その三日間、四日間残り、平日の三日四日っていうの、何に当てるかって言ったら。 もう評価期間ですよ、えーうん、例えば「朝一見て、うん、その時にパッと一瞬思ったことを紙に綴る <laughs> うん。る次昼見た時に何を思ったかをう綴る <laughs> ファーストインプレッションねで今度はあのー、何表示媒体 iPhone で見た時どうだったとか iPad の時どうだったとか <laughs>、うん、そうそう。そう,ね、うん、うん そうそうそう評価期間に3日ぐらい与えてうんでウェブ掲載した時フェイスブックとか何かこう掲載した時にどんな見え方になるかっていうのもシミュレーションする「天才」というね「天才」っていうあの何あのほら なんていうのレイアウト背景白ですと横こんなんです画面スクリーンショットでスクリーンショットでキャプチャーして自分がアップした時にこんな感じで掲載されるんだっていうのをフォトショップでこうなんかこうはめ込み合成じゃないけどやってみてあまだバックショット暗いなとかってちょっと上げたりとかすごいなうん <laughs> それに3日間ぐらいやっ <laughs>、うん、いやいやいや <laughs> いや<嘔吐の>なるほどね、うん、頑張りましょうかね <laughs>、うん、そうですね僕はやるつもりだからねこの連休でそっか タラさんなんかありますか。もう<え>寝ましょうか。眠 <laughs> <laughs> <む>い？眠 <laughs> い,いの？一緒に寝,寝ちゃってもいいですよ。もう非常がありますから。<laughs> あ本当に。 いや僕、全然元気なんですけど、<laughs> まあでも、<laughs> うん、じゃあ、まあお話が。いや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 、<laughs> <笑><笑>それも面白いね、でもね。消えましたみたいな。<laughs> <laughs> うん、いやあ、あんまトーク長引いてもいけないから、ね、今、どれぐらいですか。い <laughs> あ本当あ90分か <laughs> じゃあまあこれぐらいがちょうどあれですねじゃあはい、はい、引き際ですねちょっと最後に一言ずつ喋っていきましょうよ言うん、うん、一言ずつ、うん一言ずつ何をですかね <laughs> <laughs> うんいや,いや僕じゃあ先いきますね、はい、明日はやっぱカメラレンズできれば欲しいと思ってますうん、うん、でもやっぱりね 成形とか、うんうん、やっぱシャープなレンズを手に入れてどうするのかっていう,、ね、こう具体的なところをまたブログで報告させてもらいたいと思います。はい、次じゃあ、星徳さん。えと僕、明日は名古屋行って、あれですね、あの飲み会があるんですけど、まあ、その前に一応、キャノンのレンズ見てこようかなと。うん、あとですね EM の400ちょっと触ってみようかなと思ってるんで、組み立てだけですけどね、あとディスプレイもね、そこにあるんで、この間買ったやつね、それをちょっとキャリブレーションとしようかなと思ってます。今は僕、東京にいますよ。で、ディスプレイとか EM は全部。 <僕>はい、もう一つ関、関市に家があって、そこに全部置いてあるんですよね、はい、そのディスプレイと、あし<ー>、ね、た、うん、明日そこに帰りますんで。あ関って、めっちゃ僕の実家近いじゃないですか。ですか、関市に一つ拠点があるんですよ。あと、エ<ー>ロですね、あともう一個ね。うん、すごいね。はい あ席には今母がいるんですけどね、はい、そこにねあなるほどそこにちょっと置いてあるんで<ー>ちょっとそれは触りたいなと思ってるんであ<ー>あちょっとこの間 Windows の、ね、設定がちょっとよくわかんなくて止まっちゃったんでそれはしっかり調べてきたんでキャリブレーションのやつは、はい、大丈夫だと思います。それはやりますす何やってるんですかい <laughs> <laughs> <え>そういう意味はよ, <laughs> よくわかんないですけど。いや,いやごめん、でも眠いから。追い出しはなんて。<laughs> 頭、々入ってなんですかなんか急にい、ね、笑い出して。すごいディテールをね。 説明するなと思ってこうああそっか細かいってさすがだなと思ってあそこまで聞いてないよあそれが痛かったいやでも僕感心しながら聞いてたすごいなと思いなんかねこの語り口調で数学の話とか一回解説してもらいたいなと思ったんですけどね数学の話とかなんかね難しいやつとかあ大好き しますよいくらでもああやっぱでも頭いいんですよねそういうのよう知ってるんですよねまあそれなりにはね皆さんよりは多分覚えてると思うんでねちやってみすごいいや本当尊敬するわそれはすごいはいじゃあ龍之介さんえっとんでしたっけあ僕は彗星を取りに行きますとおおちょい水星ってやすね期待大ですねうん分かんないうんやってみないと何とも言えないけどうん 今、うんまあ、やることとかはまあ抜きにしてほらあの心情的なもの心情心情心情的なものあの明日朝起きてから昼か分かんないけど起きてからのこう行動ね <laughs>、うん、とともにこうどんな,どんなこう、ね、意気込みでとかなんですかし、ね、<laughs> 別にない日が沈んで、ね、コンビニで弁当買ってとか,んか、ね、日が沈むまでにもうセッティングを終わらせたいんですよ今日明日あそっかそっかうん 早く行かないとでそれはね。入れすぎない行こうかなと思ってるで。え<っ>でも二級ゼロも持っていくんでしょ？う持っていかないですよ。えだだってね。うん、彗星がもう取りご終わるのはもうある程度早い時間じゃないですか。も、うんうん、したらそっからの時間っていうのは月出たとしても撮影できるわけじゃないですか。か、うんうん、帰りますよ。帰っちゃうの？<laughs> 帰りますよ。<laughs> <laughs> ね、帰りますよ。へ、うん、えー、そか。 まだ怖い2 9 0 5で持っていって暗闇でまあねいろいろトラブルあるね分かりましたああ他はああ他はあだあと天才やのああ天才僕ね処理じゃなくて1月5日にブログに書いたんですよ天才まあ今ちょっと見てるんですけど僕そうかいな 記事を、うんうん、その時にね「現在125人のメンバーがいて」って書いてるんですけどこ、はい、の4日間でね、うん、えっとね今すごいねえ何か53人増えたのかこの4日間で <laughs> 指数関数的なこの,増殖の <laughs> すごいねの <laughs> うん、うん いやすすすごごいいいいありがたな本当すごいでねねこれねいいつもこの数字僕見るの楽しみにしてます <laughs> 今日は何人かなみたいな、えー、本当楽しみいやだからね、まあ、今ちょっとねこの2日間僕忙しくてね、うん、個人的にでまあコメントとかちょっと滞ってるんですけど、うん 僕ね本当時間あったらね一人一人の名前全部特徴じゃないけどどんな機材持ってんだとかね名前とかでそんなやらしいあれじゃなくてねこの人はこういう人だねこの人こんなことやってんだとそしたら把握できるじゃないですか誰々さんって来た時にねこの人処理うまい人だとかね僕本当把握したいですよね。 でもさ、でも188人ってさ、そうそう無理だ。よみんな無理でしょうね。ん。やっぱりこうアクティブに投稿してくれる方がまたやっぱすごい。ああ、まあね。うん。まあね。そうですよ。いやあ、ちょっとあ、ホストさん、はいはい。僕もほらなかなかね、こうコメントできない時とかもあって、はい。まあムラがあったりするんで、はい。 ノ之ケさん結構安定,安定して書いてもらってるんですけどす、ね、星沢さんももしちょっと、ね、よければぜひそういうコメント欄でそうですね、うん、まあ超初心者っていうか本当にやり始めの方だったら。 いろいろ丁寧に書けるかなって気がするんでね、うん、その辺はちょっとターゲットでねあのてちょっと前も書い、ね、てましたからねいくつかね何人かそれをね続けていってほしいなと思ってね。うんうん

あれは、ねうん、本性かもしれないですけど本当、すごいあの目線をね、すごいこう初心者のね、相手に合わせてもらっていい感じだったですよね。引き続きよろしくお願いしますね。気づいた瞬間にはもうなんか僕、フォローできそうだなと思ったら書くようにはしてますんでね。うん、あそうですねわかりました。うん じゃああ、まあままそんなところで、えー、今日は終了にしましょうか。はいということで週末のロングトークはですね、はいえー、私と、えー、星太郎さんね龍之介さんですね、えー、この3人で今日はちょっとまあ他愛のない話水、まあ、星の話できたというのはちょっと一つ進歩かもしれないねうんうんまあそういう話をさせてもらいましたで明日まあそれぞれね、うん、行動まあ予定違いますけど、まあ、みんなでこう成果、えー、収めてですね、はい はいえー、この3連休楽しんでいきたいと思います。はい、はい、また時間あったらですね。この3連休中にえー、ちょっとした。またトークねえー。お付き合いいただけたらと思います。はい、ということで、今日はありがとうございました。えー、おやすみなさい。ありがとうございます。失礼します。